にちは、トルーパーズの山中です。あ、自分どなた。はい、私は、ステンと申します。助成金ですね。はい、はい、トルーパーズのサバゲーの人気者ステン君に今日は来ていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日は、5月14日に決まった次回のトルーパーズサバゲーの告知でございます。でですよ、前回の3月に行ったサバゲーをすでに全部で10本の動画にまとめさせていただきました。最初は大体このフラッグ戦で行うわけですね。そうですね、はい、フラッグ戦に関しては、まあ、基本的には敵のところにあるフラッグを取りに行く。そうそうそう、うん、領事にありまして、フィールドの中にどちらにもこうフラッグじゃなくて、厳密に言うとチリーンっていうベルでね、ベルが両方にあるわけだから、こう相手方にあるベルを鳴らした方が勝ち。そうですね、ですね、うん。まあ、今回はスクラップ最初に始めて、はい、まあ、徐々に鳴らしていこうかなと思ってます。でサバゲーは基本的にはフラッグ戦がメインというか、うん、デフォルトというか、デフォルト、はい、なんかサバゲーと言ったらフラッグ戦、フラッグ戦というやつですね、うん、そうそうそう。まあ、というわけで、まず最初は一番シンプルなやつね。お互いの陣地にあるベルをどっちかが鳴らしたら勝ちよと、うん、でその間撃たれちゃった人は端っこで見てる、退場するしかないよと、復活はしないと。そうですね、うん、でそんなやつで、まあ、前回の分としての、うん、今度はポリタンク戦ですね。あ、そうそう、これ、はい、こちらはもうポリタンク戦に関してはこうね、ステン君に自ら永遠と語ってもらいまして、でこんな動画も上がっております。でポリタンク戦っていうのは、まあこれね、動画でも説明してもらってるように真ん中にあるポリタンクを最終的にどっち寄りになってるかで勝敗が決まると。相手に押し込んで、うん、押し込んでる方が勝ちになります、うんうん、で、今回なんかも、いつもやってるんですけども、毎回結構白熱してるんで、はい、無限復活だからね。結構みんなヒーヒー言いながら戦ってまして楽しいんですけど、うん、まあ、今回もこれは、やっていきたいと思っています、うん、ですね、はい、ちなみにいつも二宮さんがすごい強いです。二宮さんそうです。で、あとは今回最初にやって初めてかな、1対1トーナメント戦、うん、こちらも結構楽しく盛り上がったので、もしよかったらまた何か面白い景品でも持っていこうかなと思っております。まあ一応前回の、サバゲーでは、1対1でハンドガンで制限弾数で時間の、何分って短い、3分とかやったんだ、出したっけね、うん、1分半だった気がしますよ。あ、そんな短かった。すぐ短かったですで、当たったら負け、うん、で、それを勝ち抜きでやっていく、うん、で頂点になった人は何かうん、景品があったという感じになってました。そうです。で前回は結構これで面白かったので、うん、今回も引き続きやっていこうかなと思っています。はい、大丈夫ですか。大丈夫です何かありましたか。相変わらずこう、ね、流暢な解説をありがとうございます。何ですかそれまあいいや、トーナメント戦だから割となんかみんな端っこで見てる人たちも結構盛り上がって楽しそうだったし。そうですね、うん、結構みんな戦ってる方は緊迫してるんで、うん、うわどうなるんだろうみたいな。でもさ、それなりにやっぱフィールドをさ独占して自由に動き回れるからやっぱ楽しいの。あ、やってると、なんていうんですかね、普通のサバゲーにはないこの独特の緊張感はあります。はいはい、1対1だからね。相手が見えてても見えてなかったらそれはそれで怖いですけど、うん、見えてたらこっちも分かられてると思うんで、はいはい、いつ来るか分からない。それにそれがいつ見た場所に本当にいるのか分からない、うん、もしかしたら目離した時にどっかに通ってるかもしれないとか、
そうなってくると、うん、で打った時に本当に自分の球が当たるかわからないとかいろいろ考えてるとやばい大丈夫かな行けるかな、まあ、そうですか。楽しいですよ。なるほど。そんな1対1トーナメントが終わったらその次に、まあ、これもこれで大統領選盛り上がるんですけども、今回は大統領選の部分を何戦だっけ、中央フラッグですね。中央フラッグ戦、無限復活。そうです、うん、簡単に説明しますと、真ん中ら辺に、フラッグを置きまして、うん、赤と黄色のどちらか2本のこう色のものがあって、うん、で、赤の方の陣地の人が来たら、うん、その中央のフラッグを赤に変えます、はい、でそれをできるだけ維持します、はいはい、で、それがもし維持ができなくて負けて黄色側を押し込んできたと、それで中央側のやつ今度は黄色のフラッグに返しましたと、はい、その時に、まあ、今度は赤側が押し込んで赤に変えていくんですけども、それで最終的にどっちが色を決まっているかっていうので勝敗が決まるという感じのものになります。その間はこう両陣地とも壁際にタッチしたら無限復活よみたいな、復活しますね、まあ、そんな感じの。これどうだろう、体力消耗系ですか。消耗系だと思いますただポリタンクと違って動くところが真ん中までなので、うん、はいはい、ポリタンクみたいに行って、うん、バンと降りて、結構そこそこな攻防になるの。そうですね、フラッグと違うのはやっぱそういうところですよ、うんうん、まあ、そんなわけでそんなゲームもしつつ最終的にこちらのカウンター戦で最後打ちまくりましょうな締めで大丈夫ですかね。そうですね、基本的にはそれでいきたいと思います、うん、はい、まあ、カウンター戦は、まあ、分かりますかね、うん、まあ、カウン打たれたらカウンターを押して戻った戦い、それを、まあ、何分かって、まあ、ちゃんと、うん、ちょっと、その状況によって決めるつもりではいるけども、それで終わるまで戦って、それで最終的に、あれ 5分なら5分でも結構見てるときついよね。なんかきついですね。あれやっぱ普通に5分走るのと銃を持ちながら狙われてる恐怖とかいろんなの考えての5分だから、あれ結構いい運動になってるよねまだインドアだからマシなんですよ。アウトドアは本当に苦痛なんですよ。あ、そうか、帰りたくなるよねそっか、まあ、そんなこんなでですね、まあ、何々戦何々戦ってさっきから言ってますけど、やった勝ったっていうって喜んでるのはなんかせいぜい 2,3 秒であって、皆さん見てると勝敗は別にどっちでもいいみたいな気はするけど、どうだ。いや実はそんなもんですよ、トリューパーサバゲー、ね、まあ、いろいろサバゲーのフィールドとか、うん、やりたい人によって結構サバゲーに関して この気持ちの度合いってあるんですけど、うんうん、まあ今回、まあ、何回もやってるトルーパーサバゲーの中で見えるのはどちらかというとワイワイ楽しんで、うん、あんまり勝敗関係ないって、勝敗関係ない、あの人面白いとか、そうそうこの人やばいみたいなだからあんまりね、そっちの方ばっかりにさシフトしちゃうと、なんていうのかな、やっぱかろうじてながらでもやっぱ勝敗っていうのをちゃんと作っとかないとゲーム自体がなんかグラッちゃうので、そうそうそう、ずっと5分間打ち合いですってなると、そうそうそう、うん、なんか記録もなんかどんどんドワーッと落ちてきちゃうので、そうそうそう、なんか最低限モチベーション維持的にあるのが勝敗、勝敗ですねまあカウンターじゃないですね、トーナメント戦なんかは、うん、やっぱ景品があるっていう風な感じでみんなモチベ上がるんで、あ、そうなんだ、あ、そう思いますよ、ええあ、ないですかね。いやいや、俺景品持ってかれるから、ああ、持ち上がりますねそうなるほど、あると思います、はい、まあ、うん、そんな感じで、なんつうかな、こちらのね、まあこれも動画上がってますけど、こういったフラッグ戦から始まって最後のカウンター戦と、うん、あと、うん、そうですね、大統領戦複雑なのがちょっと難しいですよね。そうですね、みんななんとなく半分でしか分かってないです、うん、そう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 、そんな感じですよ。そういうわけで次回のトルーパーズサバゲー5月14日なんだっけな、時間は5時、ラムラムさん
葛飾区のインドアフィールド、こちらに集合ということで、あとなんだっけな、うん、夜9時までよと。参加費は1人3000円、レンタルとか BB 弾みたいな消耗品は別途ですということかな。で、今回もステン君来ていただけます。そしてはい、ということで、次回5月14日のトルーパーズサバゲーに参加表明をいただきました二宮翔平さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。俺がお礼にオンデマンドこのもうもはやもうこの看板が二宮さんありきのトルーパーズサバゲーみたいになっちゃってすいません。私はフリー素材ですからね、はい、そうですね、フリー素材です、はい、保険フリーです、はいはい、ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんも来てくださいと。はいはい、はい、どうも。誰かと一緒にオーバーキルしましょう。はい、はい、はい、こちらの、はい、二宮さん今回も参加していただけるということでありがとうございます。うん、ということで申し込み方法は、トルーパーズのツイッター DM またはホームページの、右上の方にあるお問い合わせでメール、あとは店頭でスタッフに声かけていただければ、でその際に参加者の名前、年齢で、あとレンタルするしない連絡先ぐらいかなでございます。はい、何かご質問ありますかね。そうですね、まあ、質問じゃないですけど、はい、実店舗に来ていただければ、まあ、お隣にフロンティアさんとかありまして、エアガンとかも、まあ、多分お客さんが、店員さんがいろいろなことを教えてくれると思うので、まあ初めてやりたいけど、やっぱレンタルだとやっぱ自分のものじゃないから嫌だなとか、やっぱ自分のもので参加したいし、サバゲー初心者ですっていう方でも全然トルパーサバゲーはワイワイやって人数も少ないですし、初めてでも全然やっていけますと。なので、まあ実際二宮さんとかほぼ初心者ですからね。そうです言ったなステンって多分思ってる。あ、とりあえず重装備のデブを蜂の巣にするっていう、ね、ステンか、声の感高いあいつですでもすごいいい子、後ろから撃とうと思ってます、はい、フレンドリーファイヤーで、仲間になった時に好きだらけの時にもうマガジンが全部空になるまで撃つっていう、で撃ってなくなったらまたリロードしてまた撃つっていう、オーバーキルしてやられてますね。そういやでもね、二宮さんはあれですね、なんだっけな、今まで今回マガジン2本だったんだけど、それでも足りないからやっぱ倍にしなきゃダメだなと、予備マガジン3本持たせればなと。そうだから、レンタルで1500円とかで銃借りるんだったら2000円とか3000円とか出したらエアーホッキングのやつ買えたりするんですね。ああ、そうですね、最低限それでも全然高めますし、うんうん、まあ、実際それをあえて使っちゃった人もいましたからねでもインドアフィールドだったらエアコッキングでも結構十分な飛距離あったりするもんね。あ、実際結構エアコッキングは、うん、引く手間とか硬さとかで辛いとか大変っていうことを除けば、実際結構強いので、あ、そっか、連射ができない、できない、それぐらいなんですよ。なるほどね。それぐらいで結構実際強かったりするんで、まあ、初心者で、まあ、エアコッキングでもいいよっていう感じであれば、エアコッキーなんかでもいいですし、はいはい、まあ、本当、個人的には初心者の方が来て、まあ、騒ぎで触るので初めてですっていう方で、トルバー騒ぎ来ていただけるのはすごい、自分としてはすごい嬉しいことなので、ありがとうございます。きっかけにしていただければ、ね、で、例えば二宮さんのファンであったりとか、おそらくバイクがお趣味で、多分サバゲーなんかしたことないよって方も多いと思うんですけど、であれば野宮さんに会えるっていうことで、サバゲーを始めてみてはいかがでしょうか。はいはいはい、なんか最後の挨拶でね、なんか何だっけ、中でも何でもしてくれるって言ってたもんねそんなこと言ってましたね。あとなんだ、豪華特典、豪華じゃないかもしれないけど、トーナメント、そう、人によっては参加特典がある、あ、それ参加者特典あり
なのでこちら申し込みを、あ、そう、定員はね、前回で13、4人だった。年々少しずつ増えていってますね。増えてってるけど、まああのぐらいが結構限界でしょ。でもラムラムさんだったらなんか、そうですね、まあ、あと5人ぐらい増えてもどうにかなる気がします、うん、お、すごい。いや、実際やってみよう。まあね、どうにかなりますから、まあ、そうですね。もしあのご心配な方いましたら、こちら動画でもいくつか上がってますので、そちらを見ていただけるとだいたい感じがつかめるかと思います。そうですね、まあ、うん、あと分かんないことがあったら、うん、トリッパーズに来ていただいて、そう、スタッフさんに聞いても大丈夫ですよね、うんうん、その質問がおかしいけどでも自分当たり前じゃないか。お客さんなのでちょっと分からないところがあるんで聞かれてない答えられないスタッフがいるわけないじゃないかと。いるんですよね。大丈夫です。まあ、ということなので、うん、まあ、ぜひとも、特に、おそらくここら辺のトルッパー騒ぎに来れるって方は、トルッパーズにも来れる位置にあると信じていますので、うん、まあ、ぜひとも実店舗でも来てでも、伺って、はい、まあ、分からなければいろいろな話を聞いてみて、はい、フロンティアに行ってエアコン買って、なぜフロンティアをこんなに押すのかですね。できれば嬉しいかと思います。まあそんなんで、うん、途中お腹すくといけないので、おにぎりかなんか心配な人持ってくるといいかなと。そうですね、あと友達をお誘いの上、ぜひともと、ということで、今回はトルーパーズさばけ次回の告知でした。申し込みをお願いしますということで、ステン君でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございます。いますしょ、皆さんも来てくださいと。はいはい、どうも、一緒にオーバーキルしましょう。はい、はい。